ということでですね、一応片付けの方が終わりまして、もう真っさらですね、何にもない状態です。これから業者さんの方に工事の方お願いしていきたいと思いますので、楽しみに待っていきましょう。はい、ということでですね、工事の方が終わりました。このカーテンの中の方はもうすっかり変わっちゃってますんで、早速見ていきたいと思います。こんな感じです。芝生になりました。人工芝を引かせていただいたんですけど、緑ですね、もう完全にね。ということでね、こんな感じです。人工芝を引き詰めてみました。最新のやつは本当にこう柔らかくてですね、手触りがいいです。ドライリングなんかもここの床でやれるとね、非常にやりやすいかなと思います。ちょっと実際に動いてみましょうね。この辺で動きを入れても、うん、全然いいですね。この辺りで、うん、縦に動いてもすごい動きやすいですね、床がね。これで皆さんにもいい環境をご提供できるかなと思いますので、よかったら実際にいらして見てみていただけると嬉しいです。では、今日はこちらでありがとうございました。